はい、お疲れ様です。最後も今日も戻したんで、今日はね、よく DVD で、はい、ファッションチックとか、はい、カラーのみたいなのがあるじゃないですか。実際どうなんでしょう。そう、はいはい、マジックミラーボールまあそう、もう分かんないけど、まあその路上の人に声かけてファッションがどうとか、はいはいはい、そういうのはどうなんだとか、実際やらせじゃないんかっていう、そう、まあ、それを検証していくっていう、そう、まあ実際その立ち止まるのかどうかっていう、そうですね、ちょっとやってみたいと思います。挑戦してみようかな。こんにちは、なんか、ね、YouTube の動画撮影してるんですけど、ファッションチェックでストリートスナップとかダメですか。あ、すいません、あの YouTube の動画でファッションチェックみたいなやつを撮ってて検証してるんですけど、あ、うまくか、ありがとうございます、ご親切ありがとうございます、すいません、こんにちは、すいません、あの YouTube の動画の撮影ですごいおしゃれなんでファッションチェックとかって取材させてもらってるんですけど、誰ですか。すいません、あの、ファッションチェックとかっていうのを取材させて、ファッションチェックで取材とかさせてもらってるんですけど、誰ですか。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。日本人じゃなかったです。引っかからないですね。引っかかるわけねえよ。結局引っかかるのかどうかっていう検証してるんですよ。やらせよ。お憧れ。どうにかの仕事は。これスイーツ販売する。スイーツ販売。どういうところにした方がいいですか。いや、ここです絶対。やっぱここが多い。お兄さんの情報なんで間違いはない。すいません。YouTube の動画撮影してまして今日は何かやってるんですか。この浴衣着てるんですけど、何かお祭りかなんかあるんですか。いや、すごいあのね、綺麗だったんでここで一応撮影今してるんですけど、ちゃんとモザイクとかバッチリかかってるんで、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。僕みたいな写真を撮ってて、おしゃれな人を撮影するっていうのを撮ったんだろうな。こんにちは、難しいところすみません。 YouTube の動画でファッションチェックっていうのをやってるんですけど、すごくおしゃれだからファッション動画みたいな感じ、今 YouTube 上げてるんですよ。面白かった撮影とか。あー、ごめんなさい、すみません、ありがとうございます。頑張ってください。雑誌の撮影とかね、ストリートスナップとかそれぐらいですら渋ったり無視するので、ああいう AV の企画もどういう風に撮ってますかね。やらせでしょ、大概。無視、まあ、ドムが明らかに怪しいっていうのもあるかもしれないけど、でも実際出てる人たちも、うん、ね、声かける人たちも怪しいじゃないですか。結構メンタルボロボロになってきましたよね。難
しいな、ね、よくやってると思いますよ。つらいですね。つらいですね。こんにちは。すみません、雑誌の撮影してまして。動画とかそういうのも撮影してるんですけど、 YouTube とかで、ね、大丈夫だそうです。 YouTube 撮影大丈夫だそうです。今日はどんな感じですか。モモ岡山といえばモモモモですね。これはこれはなんですか。モモですね。そうなんですね。MTV。 MTV ファッション選手ケイチュー上から下まで。ちょっと YouTube でスピチューブっていうので、ね、放送してるんで、はい、最先端、はい、あ上から下まで。どうもありがとうございます。すみません。はい、はい、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、アラリちゃんダッシュみたいな。はい、今日は何の買い物を。お水交換。お水の交換。これツイッターチェックしてください。はい、ツイッターぜひ皆さん要チェックです。はい、はい、あとなんか宣伝することはないですか。大丈夫。宣伝することあれば。ありがとうございます。お気をつけて。お気をつけて。はい。そうですね。Are you listening? お疲れ様でした。本当に疲れました。やっぱ無理っすね。いや、結構頑張りましたよね。やっぱり地域柄あるのかもしれないけど、やらせる、もう分かってた結果だけど。そうですね。別に写真とかね、雑誌とかって言っても厳しい、うん、まあすごい真面目な人が多いんじゃないですか、うん、政令都市ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。まあそういう感じで検証に至ったかどうかは分からないですけどね、はい、結果こういう形でした、はい、なんかスピちゃんに一言。ご妊娠おめでとうございます。パパになってください。頑張ってください。ナマステ。というわけで、ナマステ。はい、というわけで、はい、この辺に出てます。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。